2018年の東京ヤクルトスワローズでは2018年シーズンについての東京ヤクルトスワローズの動向をまとめる。この年の東京ヤクルトスワローズは小川敦史が2014年以来二度目の監督に就任した一年目のシーズンである。昨年度の再開の責任を取る形で真中光監督ら首脳陣が辞任2014年以来となる小川敦史が再任し、 ヘッドコーチに宮本真也、打撃コーチと守備総類コーチに広島を対談していた石井拓郎と川田祐介がそれぞれ就任した。さらにニューヨークメッツを自由契約になっていた青木のりっちかが日本球界復帰、新外国人としてマットカラシティやデビッド・ハフラを獲得した。また2017年のドラフト1位で村上宗隆を獲得した。 これらの補強によって打撃力や課題であった投手力が向上した。開幕直後は2度の6連敗を記録するなど波に乗れずリーグ再開に低迷したがセパ交流戦に突入するとセリーグの各球団が勝率5割以下に止まる中ヤクルトは12勝6敗の好成績を収め球団史上初となる交流戦最高勝率の座に輝いた。 これによりリーグ戦の順位も一気に2位まで浮上した。交流戦後も好調を維持し、広島を除く4球団に勝ち越しを収めた。結果としてリーグ優勝を果たした2015年以来となる A クラス2位でシーズンを終え、昨年のシーズン96敗という屈辱的な成績から一転して躍進を遂げた。クライマックスシリーズではファーストステージで巨人と対戦するも、 ファンの友幸にノーヒットノーランを食らうなど2連敗で敗退した。個人成績ではこの年にキャリアハイとなる打率。318という成績を収めた遊兵や、雄平や2年ぶりにトリプルスリーを達成した山田哲人に加え、ウラディミール・バレンティンが打点王、さらに坂口智隆とこの年から日本球界に復帰した、青木のりの一の1.2番コンビが共に3割を超える。 打率をマークし、強力な打線を形成した。投手陣では、近藤和樹から石山康七へ繋ぐ、勝利の方程式が確立され、近藤は、初のタイトルである、最優秀な担ぎ投手を受賞した。セ波パ交流戦本節では、前レギュラーシーズン終了から本シーズン開幕までの、支配下選手、育成選手の登録、抹消について記述する。なお、 末将の挙手は、球団職員または、スポーツ関係、芸能関係の職業に転身した場合等、挙手が、公のものとして扱われるもののみを記載し、空欄は前述以外の一般職業に転身もしくは、挙手不明を示す。また、対談区分は自由契約、任意引退、詳細不明である場合については、記載しない。本説では、 本シーズン開幕から終了までの入り対談について記述する。選出なし色付きは規定投球回数以上の選手色付きは規定打席以上の選手。ありがとうございます。